ストップ&ゴーのコースとは違い、コーナリングスピードを生かすことでよりその速さを手に入れることができるコース、それがスポーツランドスゴー。果たしてどのマシンがトップに立つのか。土屋さん、はい、久しぶりのスゴーです。いいね、スゴーは。ですよね、久しぶりですよね、かなり。全然久しぶりでしょ、はい、ベスモ時代に使ってたぐらいです。なんか気づきませんか。なんか、ああいないね、あれあれどうしたの、どれどれどれ。今回はお休みみたいです、ね、あ、どうしたの。これではないです。ああ、そう、お休みみたいです。休みで、はい、まあ、その代わりにですね、今回スペシャルなゲスト、スペシャルゲストドライバーをお呼びしております。大丈夫、はい、前走行かない。大丈夫です、はい、どうぞあ、まあまともだね、はい、まずはですね、今回の、初ギャル、はい、初ギャル、あの自己紹介お願いします。はい、はじめまして、ホットバージョン初登場の瀬野入江です。普段はあの仙台出身なのでずんだ餅のずんちゃんと呼ばれてます。ぜひずんちゃんって呼んでください。ずんちゃん、ずんちゃん、ずんちゃんは地元スゴーのレースクイーンの経験もあるんです。ずんちゃんはすごいんです。今回は、はい、今回はですね、チューンド NA 最速戦というタイトルになってますけども、ほう、まず、ポルシェの NA、 はい、はい、前回登場した、あのチェックショップの GTC って覚えてます？なんとなく。それがまあここに来てどうかというところですね。絶対早いよ、絶対早い、早い気がしますよね。続きましてアシストの M3 が久しぶりに登場です。谷口が仕上げてるから早いでしょあれ。まあそうかもしれませんね。何がそうかもしれませんんだよ。ドライバーは片岡選手、谷口さんが仕上げている車なので、なるほどね、まあ、多分もうワンハンドでもいけるんじゃないかなと。本当かよ本当かよ。はい、続きまして、国産勢はロータリーが2台、うん、レボリューションの RX8 と、うん、イーリー7、お、はい、イーリー7、イーリー7、はい、あのイーリー先輩が自ら仕上げた、7、そう、ショップでもないんですけども、うん、あの趣味で仕上げました。まあまあのいい感じです。まあまあいい。つくばで何秒だっけ。つくばで今55秒5出てます。早い、はい、早いんや。そしてあのレボリューション の、うん、あの RX8 に、井口選手が、なるほど、はい、さっき車見たら、はい、左ハンドルだったんですよ、うん、左ハンドル難しいかもしれないですねそして最後、NA といえばホンダ VTEC、 ホンダ VTEC、 ジェイズが来てますと書いてますが、これを担当するのが土屋さんです。置いてかれちゃうじゃん。軽いから大丈夫です。見えなくなっちゃうじゃん。大丈夫です、土屋さんとジェイズのパッケージで大丈夫です。俺今日なんか蚊帳の外だね。いやいやいや、ちょっとそんな気もしますけどだってみんななんか俺のエンジンの倍ぐらいあるじゃん、うん、あでもジェイズも320馬力ありますよ。倍まではないです。あ、はい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 、やってやろうじゃないの、はい、ね、ちょっと、はい、何が NA マシンで最速だよ、本当にやっつけてやる1台ぐらいグッてやる5台の NA マシンが集結。チューニングカー NA 最速戦。スゴは1周 3.7 キロ、標高差 69 メートルは国内最大だ。エントリー1、ジェイズレーシング S2000。 今回は、魔王のコピー版みたいな、まあ、サーキット仕様の、ね、魔王はね完全にエアコンオーディオ全て快適装備をついてますよね。で今回は快適装備は一切ない。ただまあ箱は一緒なんで、まあロールバーが入って重量が30キロぐらい軽いんかな。相手ちょっとやば、いや、まあ、ちょっとカテゴリーが違う、まあ、みんなねタイムアタックするような車を持ってきてますけど、僕らはちゃんと周回できるんで。ジェイズを担当するのは世界の DK。DK アタック。さあ久々のスゴーですね。それも S2000。NA 最速決定戦ですか。まあ面白いですよ。どうなることやら。
S2000 好きのドリドリ、しかも魔王コンビでもあるジェイズのマシン、少しでもライバルの前に立ちはだかるためにピットインアウトを繰り返しタイムを詰める作戦に出た。アクセル入れていくとリアが逃げるね。わかりました。それは進入から来てるんですね。そうだね、クリップの手前から。はい、わかりました。進入でオーバーが出るっていうことなんで、まあ羽をあえて立てずにフロントのダンパーちょっと締めました。それで様子見てもらいます。リアのダウンホースを上げるとストレートにも影響する。ドラッグを増やすことは極力避けたい。しかしオーバーステアではコーナリングスピードを活かせない。この駆け引きが難しい。アタック4周目、今度は走り方を変えることでオーバーを消す作戦。これでこの区間のオーバーステアを減らすことができた。しかし今度は馬の背だ。フルブレーキングでリアが落ち着かず、さらにオーバーステアが出てしまう。コーナーのバリエーションが多いスゴ、簡単にセッティングは決まらない。アタック7周目、今度はハイポイントだ。ペースが上がると進入からオーバーステアが発生してしまう。こうなると仕方がない、ダウンホースを上げることに。そして再びアタックへ。タイヤはアドバンの S タイヤ A050。 これがベストラップの走りだ。1分32秒556。馬の背で鉄が出ちゃう、はい、それでも走り始めからおよそ1秒もタイムアップに成功している。今の感じだとね、ちょっとリアのダウンホースが足んなくて馬の背でも滑るし、2コーナーでもコーナーターンインしていくとこう入ってったところで滑り出しちゃうからアクセル入れられないっていう。あとは最終もちょっと不安かな。リアウィング上げて収まるかなっていう感じ。エントリー2アシスト M3。 まあまずちょっとそのダンパーの中身をちょっとその変更したのと、周りから比べてやっぱりちょっと車重があるんで、ちょっと厳しい面はあるんですけれども、まあ、ノーマルの Q2 の M3 よりはファイナル変わってたりいうところで、まあ、そのところで
いいように出るかなっていう感じですけど、まあちょっとまだ走ったことがないんですが、あの方はあの車が楽しみでもあります、はい。担当ドライバーは片岡選手。バランスは良さそうですね。4リッター V8 を搭載、貴重な NAFR だ。ちょっと重たいのでそこだけがポイントですね。431馬力の NA マシン、さあどんなタイムを出すのか。タイヤはジェイズと同じ A050 だ。おお、すげえ。んだ、タイヤがきつい。さあどうだ、タイム上がるか。2秒7か。まあ一歩だろう。結構ファーストインプレッションいい感じで乗りやすいです。ただまあ、重さがあるんでどうしてもラップの後半でフロントタイヤが落ちてきてガス点になってしまうので、まあ、そこを少し減衰でバランス取ってみようと思いますが、まあ、非常にあの乗りやすくてトルクの幅が広いから非常にこの1つのギアで、走れるすごい乗りやすい車です。エントリー3、レボリューション RX8。 ドライサンプの 20B のペディです。馬力的には370-80馬力ぐらいですかね。ちょうど2002年にうちがあの GT に出た時に使ってた余ってたエンジン、ギアボックス、それを積んできました。積んで作った、まあ、RX8 ですね。まあ、久しぶりに走るっていうのと都合がまあ初だということと、あと、ブリヂストンの 05D というタイヤをあの RX8 にはめるのも初めてなんで、まあ、セットとかそういうのがどうなるかがちょっと分かってないんで、でもまあ、あのいいとこ行くんじゃないかと思います。はい。担当は井口選手。レボリューション、3ローターの RX8 です。このマシンは唯一 S タイヤではなくスポーツラジアルをチョイス、ポテンザの RE05D だ。
イムはジーズを超え、ここまでのトップタイムをマーク。意外とエンジンはやっぱり下からトルク感もあって扱いやすいな。もう本当ペダルもウルガン式になってて、でシーケンシャルで、もう本当にあのレーシングカーに乗ってるような感覚ですね。でエンジンもものすごくあのピーキーな感覚もなくて、やっぱこれぞ NA っていう感じで、下からしっかりとトルクも出てきて、エンジンとしては扱いやすいですね。ちょっとまあアンダーステア、フロントの接地性は薄いけど、もうそれ以外はものすごいバランスよくて乗りやすい。見た目はあのすごいあのレーシングカーっぽくなくて、普通の RX-8 なんですけど、もう中身はもう全然レーシングカーで、でエンジン の, そのレスポンスいいし、扱いやすいっていうところがやっぱりこの車の良さだと思うんで、これぞな NA って感じですね。かなりあの扱いやすい車です。はい、エントリー4アドバンフルステージ FD3S。 楽しく速くみたいな、はい、あの感じでやってます。馬力は今、大ので、400馬力弱ですね。390台ですね。はい、で僕個人的には結構好きなサーキットなんですけども、まあやっぱり遠いんでね、なかなか来る機会ないんで久しぶりなんですけども、まあでも車の相性で言えば多分合うサーキットだと思うんで、ちょっと楽しみなんですけども、はい。イーリーアタック、初出動セブンでチャンピオンを獲得し、今でもこうしてセブンを愛する男イーリー選手、さあマジアタックだ。タイムはなんと1分26秒983、速い。しかし、はいはいはい、ワンミリ出ました。ちょうど一瞬しか走られへんな。これはバトルがきつい。続周回は厳しいか。水もオイルも熱いみたいで、案の定やっぱり冬場のタイムアタック用に作ってるんで、ちょっと温度的にもきついです。タイム計測2周しかしてないんですけども、手応え的にはまだまだいけるんですけど、やっぱりまだ車はジャストしきれないんで、コース的にはねすごい楽しいコース、合うコースなんで。エントリー5チェックショップ GT3。 タイヤと
代わりで作ったディフューザーとフリッパーっていうののフロントのリップを試作で作ってきました。とりあえず今29秒まで出てるんで、はい、だからそれで今日涼しいし、これだったらもうちょっと行ってくんないかなみたいな。毎回意気込みって言われるんですけど、意気込みもへったくりもないっていうか、まあ大体なるようにしかならないかなっていうか。ノブアタック。ノブお気に入りのチェックショップのポルシェ、しかしいきなりピットイン。全然曲がんない。もう強烈なアンダーステア。ダンパーを調整し再びアタックへ。タイヤはフージャーの S タイヤだ。1分29秒515。とてもね、やはりポルシェは素晴らしくて走るのが安心です。安心。ただまあ今味付けがねアンダーステアなんで、そこをちょっと改善しようといろいろやってるんですけども、まあそのフィーリング以外はブレーキが良くともあるし、剛性もあるし、トラクションもあるし、もうとにかく乗るのが楽しいです。ワンラップの最速タイムはイーリーセブンが取った。